はい、どうもこんばんは。無職の引きこもりで、ろくな人間ではないんですけど、毎日 YouTube の方に、動画を上げてます。で、今日のテーマは、俺が動画の投稿者ですっていうことで、話していきたいんですけど、まずはじめに、クソジジイと、ここ最近の、コロナのニュースを見ていきたいんですけど、普段は、VK の動画を見てる人で、今回たまたま、こういう動画を見て、こいつクソジジイで言ったんだけど大丈夫、抽象じゃねえのと、消されるんじゃねえのって思ってる人いると思うんですけど、何も問題ないです。まず、俺はそこまで人気がないと、YouTube の、注意や、ガイドラインにそんな禁止事項は書いてないです。で、クソジジイは俺の動画にとって、ドラマでもあるじゃん、いわゆる友情出演です。クソジジイには、友情出演として、出てもらってるんで何も問題ないです。で、皆さんも言いません？おはようクソジジイみたいな、まあそれと同じです。あだ名みたいなもんです。何より、YouTube の運営側の方も、僕と似たような、まあ近い意見の方が多いんですよ。クソジジイもオリンピックもやめちまえと、人の命を何だと思ってんだと、これ以上さ感染者死者を増やすんじゃねえよと、もう言いたいことは、山ほどあるんですよ。で、僕は、背中を押してもらってると思ってるんで、僕の動画は消されることはないです。で、クソジジイ、このニュース知ってると思うんですけど、皆さんもまずはこちらをご覧ください。そもそも濃厚接触者であるか否かを判断するような行為は行っていない、はい、入国後にですね、その航空会社に紹介するなどして、濃厚接触者がどうかの判断をされるというふうに伺っております。入国後に、はい、それは誰がやるんですか？検疫です。いや、すいません、検疫ですけれども、そこはちょっと事実誤認かとは思いますけれども、受け入れ自治体において、受け入れ自治体の保健所が濃厚接触者の認定をされるということですよね。検疫の方は、それじゃあ入国前の段階で陽性者が出てですね、その陽性者に関わる濃厚接触者は誰であるかみたいな判断はしない、その段階ではしてないということですか？しておりません。ということで、クソジジイ、まあお前は知ってると思うんだけど、まあ、皆さんも、ニュースを見ている人はこのことは、知ってると思います。まあ、これは、6月の23日に、ウガンダで、オリンピックに出場する選手団、関係者を含めて、90名ぐらいの人が、日本に、到着したと。で、成田空港の方で、PCR 検査の結果、まあ、1人の選手が、まあ、感染してたっていうことなんですけど、まあ、感染してるから、悪いっていうことではないです。で、このニュースを見て、まあ、思ったのは、この陽性反応が出た、1名、引き続き、まあ、2名って書いてあるんだけど、この選手、まあ、関係者っていうのは6月の15日に、ワクチンの接種を2回目の接種を終えていると。で、 PCR 検査も2回終えていると。で、陰性証明書っていうのを持参してたらしいのね。で、思うのはワクチンってさ、まあ、国内でも、まあ、今10代、20代でも、まあ、地域によっては、打てるわけじゃん。まあ、俺は打たないから関係ないんだけど、2回打ってんのに、陽性反応って出るんですね。で、皆さんの中でも、ワクチンの接種を、一刻も早く、希望してる人、まあ、いると思うんだけど、で、今回のニュースで、ワクチンの接種を、2回受けても、まあ、陽性者が出るっていうことが、証明されました。で、何より問題なのはこの後の、まあ、いわゆる濃厚接触者にあたる、選手、まあ、関係者が大阪の方にバスで向かったらしいのね。間違いなく、まあ、その人たちって PCR だと、まあ、陰性だったかもしれないけど濃厚接触者に、当たると思うのね。だけど野放しにされてると。で、皆さんも知っての通り、7月の23日まで、まあ、1ヶ月切ってます。で、あと1ヶ月以内に、海外から、まあ、日本の方に、まあ、オリンピックの選手関係者やコーチ、親族、まあ、その他の関係者が大勢訪れるということなんだけど、クソジジイ大丈夫？
感染者増えたりしない？まあ、ちなみに、6月の23日、昨日は、東京都の感染者は619人です。で、この600人は6月で、最も多い、感染者数の数字になります。で、クソ知事の代わりにもう言います。皆さんも、自分の身は自分で守ってください。もう出歩きたいやつ、まあ遊びたいやつ、まあ路上飲みしたいやつ、そういうやつらも自由です。それとは逆に、感染したくない、まあ死にたくないって思ってる人は、自粛するなり、必要以上に、行動しないことを心がけることが大事だと思います。という感じで、クソ知事、今日も、ありがとうございます。で、ここからは今日のテーマの俺が動画の投稿者ですっていうことで話していこうと思います。で、普段は、VK の動画を上げてます。まあ皆さんも、見てくれてると思います。で、僕は、まあ、コメントも見てるんで、中には、学生の時、聞いてましたと、ライブ行ってましたと、今でも聞きますと、このバンドのファンなんですっていうコメント多いと思います。で、ファンっていうことで、まあ、少し話したいんですけど、僕にも熱狂的なファンいるんですよ。で、僕の場合は、毎週、ウジ虫のように現れてるんですよ。で、今回も、数名、引きこもりの包茎インポ野郎が、現れてるんで、動画に出して、話していこうと思います。で、まず、1人目の、包茎くんはこちらです。どうぞ。で、これは、曲は X、ボーカルはゴミっていう動画の、コメント欄に、まあ、現れた包茎くんなんだけど、皆さんは見ることはできません。こいつはコメント消します。で、性格の悪いチャンネルだなっていうコメントなんだけど、これさ、皆さんもしこのコメントもらったらなんで返します？まあ、俺は動画を見てくれてありがとうございますで、返そうと思ったんだけど、こいつコメントを消します。前にも言ったんだけど、0. 何秒の手相が俺には残ってます。でさ、まあ、コメントは自由だから、何書こうがいいんだけど、どういうこと？あ、お前が俺に教えてくれたってこと？俺の性格が悪いから、タイトルサムネ、直せよっていうことなのかな？じゃあさ、俺答えてやるから、お前今何正座してる？剣持ってメモ帳いつも言ってるでしょ？で、貴様のために、性格について話してあげます。お前も、性格あるじゃん。まあいいのか悪いのか何なのかわかんないけど、男でも女でも30までにはさ、性格って決まっちゃうの、固まるのね、ある程度。そこから直すのって難しいんです。なぜなら、まあ、今まで経験してきた、人生だったり、まあ、積み重ねてきた、まあ、実績、経験だったりさ、まあ、そういうのが、まあ、財産になって、男性でも女性でも、30年生きてるとある程度固まって自分の中で決めちゃってることって多いのね。だから、まあ、今更性格を変えろっていうのは難しいんです。それは俺だけじゃなくて貴様のような、包茎インポ野郎君も同じことです。で、俺はお前なんかに言われたところで変える気はありません。以上です。で、次のやつ、次の、引きこもりの、包茎くんは、同じです、曲は X、ボーカルはゴミっていう動画、同じ動画のコメント欄に、プロフィール画像、トランプ大統領の、名前がひらがなで来たって書いてあります。どうぞ。まあこんな感じなんですけど、で、まずタイトルからバカにしてるのはキモいと。別にこれはこれで好きだし、なんであんなボロクソ言うのかわからん。頭おかしいんじゃねえのお前はと。なんでこんなタイトルサムネになってんだと。ふざけんなよ俺の愛するサディストさんっていうことですか。でさ、お前の質問に対して、初めましてゴミ、君の動画あったかなって返信したのね。で次、お前が俺が言ってることに対して答えろよ、ゴミとしか言えんのかで、僕の返信は、答えても君にはわからないよ、僕は動画の投稿者です、これが答えだけどねっていうことなんですけど、今日の、テーマにしました。で、君大丈夫？座ってちゃんとペン持ってる？聞いてるよね、ちゃんと。で、答えていきましょう。これさ、お前だけじゃなくても、今まで現れてきた俺の熱狂的なファン、全ての人に言いたいんだけど、
俺は、動画の投稿者ですとしか言えないんです。まあ、どういうことかというと、まあ、今までも、コメントでさ、まあ、視聴回数が、少ない、まあ、登録者数がどの子の、上げてるバンドをもっとさ、偏ってるとバランス悪いよとか、いろんなコメントいただきました。いただいたんだけど、俺は投稿者ですっていうのが答えなんですよ。で、ここの部分をさ、説明するのがめんどくさいから、もうね、スパーッと切って、俺は投稿者ですってまとめてるんですけど、まあ、どういうことかというと、ここ最近、まあ、ここ最近、まあ、6月の初めに登録者数も1000人超えてるんですよ。で、アナリティクスを出すと、こんな感じです。まあ、これ昨日の動画なんですけど、昨日のアイオンさんの動画を投稿したんですけど、ここにさ、動画のパフォーマンス。まあ、ここを見てもらえればわかると思うんですけど、嬉しいお知らせです。この動画は通常より、幅広い層の視聴者の興味を引きつけていますと。で、アナリティクスに移動しますと。で、状況なんですけど、何らかの理由で、この動画は視聴者の興味を強く引きつけたため、YouTube ホームと次の動画で通常よりも高い頻度で、この動画がおすすめされています。って書かれてます。まあ、これはさ、俺が何が書いたり、サイトしてるわけではありません。YouTube 側からこういう通知が来るんです。なぜ来るかというと、俺の登録者数は、1500、600人でしょ。まあ、それに対して、まあ、1日も経たない間に、視聴回数が、まあ、登録者数を超えてるんですよ。で、俺こういうデータをさ、元に、どういう動画を上げたら、皆さん見てくれたり、で、動画の管理もしてるわけじゃん。で、コメントも、毎日読んで、まあ、できる限り返信してます。で、コメントを見れば、この人見たことないな、っていう人も来てくれてます。まあ、6月の初めで、登録者数が1000人超えて、これと同じような、まあ、通知が届いてるのね。まあ、通常より幅広い層の視聴者を興味を引き付けていますと。他にはさ、登録してない人でも、初めての視聴者さんが、見てくれてますと。そういう通知も来るのね。で、皆さんは、メジャーなバンドより、僕が、まあ、動画にしてるような、インディーズ、マイナーな、まあ、バンドが好きなのかもしれないですけど、僕が投稿してるバンドっていうのは、世間一般的には無名なんですよ。俺は無名だと思ってます。で、上げてる動画の中でも、視聴者が増えると、まずさ、見てる人が、どんな人か分かんないわけです。こういう通知が来ても。年代も分かんなければ、性別も分かんないわけだ。で、例えばさ、10代、20代、まあ20代でも、20代前半の人が見てると、知らないと思うのね。で、自分の動画の中でも、ファナティック、まあラレーヌあたりって、まだ聴ける曲、知らない人でも、おこれいいじゃねみたいな。まあ、メジャーデビューもしてるし、っていうので、同じバンドでももう一度、撮り直すことがあるんです。まあ、それはどうしてかというと、どんな人が見てくれてるか全くわかんないんです。まあ、さっきも言った通り、20代前半、まあ、10代の人が、俺が投稿してるバンド知ってますかって言われたら、知らないよこんなバンドっていう人がほとんどだと思います。だから俺は改めて、まだ聴ける曲、の、バンドを投稿してるんですよ。だって思わない？アフターイメージをさ、出したところで、誰が見んのって。思うでしょ？ラバリエール。知らねえよ、そんなバンドと。ゾディアックさん。そんなバンド誰が聞いてんだと。タイトルの通りなんですよ。という感じで、まあ、どんなコメントが来ようが、俺は投稿者なんです。っていう答えしか出てこないんですよ。わかりますか？で、足痛い。もう少し正座しててくれ。で、次のやつ。次のやつは、今回のメインディッシュ。非常に頭がおかしい。頭がいかれてる人、僕大好きです。なぜなら、煽ればコメントが返ってくる。あれだよね。捨てられた犬みたいなさ。野良犬？野良猫？みたいなさ。餌やったら勝手についてくる。単純なんですよ。頭いかれてるやつ。で、本日最後の、方形インポ野郎くんなんだけど、動画で、売れてよかったな、ゴミバンドよ、っていう動画あるんですけど、まあ、ラサビーズです。で、このコメント欄に、まあ、現れたんだけど、こんな感じです。毎回挑発的なサムネイルにしてるのに、再生数ゴミで、笑うっていうことなんだけど、もう、これ面白かった。非常に面白い。皆さん、気づいたことあります？俺、すぐわかりました。こいつね、
毎回挑発的なって書いてあるんだ。っていうことは、毎日俺の動画見てますよね、あなた。俺、気になります？僕大好きですか？っていうことですよ。こいつさ、人を、な、再生数ゴミだとか、ね、なんだかんだ言ったところで、あなた、俺の動画気になるんです。わかりますか？コメントはもう一度読み直した方がいいと思います。でも俺は、お前みたいな視聴者、必要ないんですよ。なので、お疲れ様です。俺は、まあ、自分の力で、視聴回数、まあ、視聴者も増やすことはできます。増やします。以上です。はい、ということで、今日は、毎週現れる、僕の、熱狂的なファン、どうしても僕のことが大好きと、毎日見たいっていう人が、いたんで、3名紹介しました。まあ、これからも、まあ、俺人気なんで、こういう熱狂的なファンが、まあ、現れると思うんだけど、まあ、言えることは、お前のために動画を上げてるんじゃない。タイトルの通りなんです。動画を見てくれた皆さん全員が、好むバンドはないんです。俺も、まあ、東京ヤンキース好きですよ。デッドコックも好きですよ。アイオンさんも大好きですよ。でも、まあ、昨日の、まあ、アイオンさんの動画で、まあ、ギターは、雑で、ただ指を早く動かしてるだけっていうコメントもありました。確か消してたのかな、こいつは。でも、そう思う人もいるんです。だからといって、まあ、俺イラッともしないし、そういう意見の人が、まあ、いるのもわかってるし、みんなさ、全員が一致してたら、アーティストも一組二組でいいじゃんっていう話になる。まあ、言えることは、まあ、こういうくだらねえコメント、まあ、書いてくれてもいいんだけど、なんかさ、俺が答えづらいみたいな、これ面白いなみたいな、まあ、そういうコメントを書いてくれよ。例えば、菅です、お疲れ様でしたみたいな、こんな感じでお願いします。はい、ということで今日も最後まで動画を見てくれてありがとうございました。